今回ご紹介するのはこちらになりまして、バイク用のドライブレコーダーなんですけれども、ヘルメットに装着するタイプの2カメラのドライブレコーダーのご紹介を今日はいたします。でマックスインからリリースされておりますもので、 BDVR-A002 という2カメラタイプのドライブレコーダーになります。こちらのご紹介を本日はいたします。で当チャンネルの方でもバイク用のドライブレコーダーいくつかご紹介をしておりまして、以前ご紹介したのはですね、マックスインの元ミラーというドライブレコーダーですね。こちらの方はアキーヨさんの AIO5 ライトということで、当チャンネルでもこちら非常に詳しく紹介をしておりまして、またアキーヨの代理店もやっておりますので、ぜひご覧になっていただければと思うんですけれども、まあ、こういったモニターでタッチ式のでカープレイとか Android オートも使えて、ドライブレコーダーも使えると。でカメラはこちらがフロントカメラで、まあ、こちらにリアカメラがついているバージョンのものがあったりとか、あとは以前マックスインさんの元ミラーでご紹介したやつに関しては、あちらはもうドライブレコーダー特化型ということで、モニター上で後方視界が見れてドライブレコーダーとして使えるといったものがあったりとか、あとまた後ほどご紹介するんですけれども、バントゥルーさんで出てるドライブレコーダーなんかはモニターがついてないタイプの車両に取り付けるタイプのドライブレコーダー、あちらの方はまた特殊なものになっておりまして、アナログ信号ではなくてデジタル信号を使っているマニアックなドライブレコーダーだったりもするんですけれども、あとはこちらの方ですね、まあ、こちらの方はバイクに取り付けをせずにヘルメットにそのまま備え付けをするだけになるということになりますので、非常に設置が簡単であるということですね。そこが非常にこちらメリットとして高いということになるかと思います。でこちらの筐体の方をまず見ていこうと思うんですけど、私の取り付け例なんですが、これあんまり参考になるかどうかはちょっと分かんないんですけれど、私はこのヘルメットのちょうどこの真上につけています。まあ、ここにつけるようにももちろんジグがついててできるんですけれども、ちょっとこう前と後ろのその角度っていうんですかね、このカメラ自体がですね、やはりこのヘルメットの構造上まっすぐつかないっていうのがあって、ちょっとそれが僕気に入らないというところもあってですね、走行中どうしても前と後ろのそのアングルっていうものがこう自分の向けたいところに向かないっていうのがあるんですね。なのでこの真上でしたら向けたいアングルに合わせることができるので、アングル優先で考えると、まあ、ここが一番私としてはまあベストなところ、ベターなところなのかなということで、ここに取り付けの方をしております。こういった取り付けジグなんかもですね、豊富にセット内容として入っているんですけれど、まあ、その中のこの一つなんですけれど、こうやってこういう感じで、まあ、使わない時なんかはですね、こうやって取り外しができます。でこれ三脚なんかにもですね、使えるタイプのものになっているので、いろんなところに設置ができるものにもなっております。でこちらの方、取り付けのジグなんですけれども、まあ、こういった形でヘルメットに取り付けていて、まあ、こうやって角度の調整っていうのができるようにもなっているんで、これは非常にこのカメラを取り付ける上で考えられた作りにしっかりとなっているなということですね。まあ、こんな感じで。で、角度の調整がもちろんこうできるわけですね。こんな感じで。横に関してはこう向かないようになっているので、もう撮影する映像自体も特にこう傾きもないということなので、私的には一番いい取り付け場所になっているかなと思います。で、あとはですね、向きもこういうふうに左右調整することができるようになっているということになっております。でこちら今前なんですけれども、前はこれ 4K ということになっておりまして、また解像度もですね、いろいろ設定することができるようになっております。詳しくはテロップの方に貼っておくんですけれども、まあ、こういったカメラで 4K 相当までの解像度、 4K 相当で撮れるっていうのも結構少ないんではないかなと思います。
また何といってもこのカメラのハイライトは前だけじゃなくて後ろも撮影ができるということになっております。で、後ろに関しては 1080p ということになっているんですけれども、この一つのカメラで2カメラだっていうところがこのカメラの大きな導入する上での一番のメリットになってくるんではないかなと思います。で、電源の方なんですけど、ここを押します。そうしますと録画を開始します、 GPS を受信しましたというアナウンスが出るようになっておりまして、付属のイヤホンを使えばイヤホン上でも音声を聞き取るということができるようにもなっております。で、音自体もですね、ボリューム調整っていうのがここでできるようになっております。こんな感じですね。まあ、私はジェットタイプのヘルメットなんですけれども、割と音はですね聞き取れるぐらいのレベルの音量にはなっているかと思います。で、ここがですねバッテリーのインジケーターになっておりまして、今日朝フル充電にしたんですけれども、最大で約7時間ほど持つという設定になっております。またこちら、もちろんこれヘルメットで使う、野外で使うためのものなので、防塵防水設計ということで IP65 相当の仕様となっているということにもなっているので、雨天の時でももちろん使える仕様のものとなっているということになります。で、上なんですけど物理ボタンが3つついておりまして、で、これが撮影のオンオフ、はい、で、こちらが静止画の撮影で、こちらの方が収録動画のロック。また、これ Wi-Fi が使えるようにもなっているので、携帯に Wi-Fi をつなげてアプリを使うということもできるようになっております。で、また、これ GPS がついてるんですね。で、GPS が受信していると、ここ緑のランプが点灯します。で、この真ん中が Wi-Fi ですね。Wi-Fi 使っていると、ここのランプが点灯します。で、ここがパワーボタンということで、今これ止まっている時ですと点灯してるんですけれども、ここ収録すると、点滅に切り替わるという塩梅になっております。続きまして、こちら、アプリですね。機能の紹介をしていきたいと思います。で、Wi-Fi の方は、こちら長押しにすることによってここ点滅になりまして、携帯とつながると点灯するようになります。それでは実際にアプリを開いてご紹介をしていきたいと思います。まずはリアルタイム映像ということで、フロントとリア合成表示される映像の方が出力される画面が出ているのがお分かりいただけるかと思います。で、またフロント、それからリアのみということで切り替えができるようにもなっております。また表示画面を大きくすることも可能となっておりまして、フロント、リアということで表示ができます。また鏡像、製造ということで表示することもできますし、スピードメーターの表示も可能となっております。で、さらに単一画面でフロントとリアの画面も表示することももちろんできるようにもなっております。で、また画面の方を小さくすることができるようになっておりまして、ここでもスピードメーターの表示等もできるようにもなっております。また、再生リストを開くことも可能となっておりまして、今開きましたけれども、このようにサムネイルも即座に表示されまして、収録動画の確認もできるようになっております。次に設定項目についてご紹介していきたいと思います。まずは録画の解像度についてご紹介をしていきたいと思うんですけれども、このように8項目の設定ができるようになっております。さらにイベント録画モードということで、このように感度の設定ができるようになっております。また駐車監視モードでも感度の設定というのができるようになっておりまして、3段階で設定が可能となっております。それから、フロントカメラの輝度調整、また、
リアカメラの輝度調整も任意で設定することが可能となっております。また自動電源オフ、連続運転アラーム、バイブレーション等の設定もオンオフでできるようになっております。次に収録動画の解像度についてご紹介をしていきたいと思います。まずはフロントカメラの解像度なんですけれども、 4K の 23fps ということになっておりますが、一番気になるのはナンバープレートの認識ということなんですけれども、しっかりとナンバープレートの確認もできるのがお分かりいただけるかと思います。また周囲の状況なんですけれども、くっきりと鮮明に映し出されているのがお分かりいただけるかと思いますので、状況証拠としては十分な解像度を誇っているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。続きましてリアカメラの解像度ですけれども、 1080p の 28fps となっております。気になるナンバープレートの認識になりますけれども、今後ろにセレナが止まっておりますので、こちらの車のナンバープレートを見てみたいと思うんですけれども、しっかりと大宮ナンバー認識できるのがお分かりいただけるんではないかと思います。また周囲の状況なんですけれども、ちょうど今後ろに光が照っているような状況になっておりまして、逆光の状態ではあるんですけれども、しっかりと周囲の状況を確認することができるということで、 HDR 補正もしっかりと働いているのがお分かりいただけるんではないかと思います。続きましてフロントカメラの 4K の 23fps の夜間の収録動画です。今路線バスが走っておりますけれども、ナンバーの認識もしっかりとできるのがお分かりいただけるかと思います。少しモーションブラーがかかっていて見にくいところもあるんですけれども、場面によってはしっかりと確認できるのもお分かりいただけるかと思います。また WDR 補正に関してなんですけれども、白飛びや黒つぶれ等も非常に少なく、周囲の状況の確認もしっかりとできますので、夜間においても状況証拠としては十分な動画が収録できるのがお分かりいただけるんではないかと思います。続きましてリアカメラ 1080p28fps の夜間の収録動画になります。今後ろにタクシーが来ておりますけれども、大きなナンバーの認識はできるんですけれども、解像度としては標準的なフル HD と大きく変わらないのがお分かりいただけるかなと思います。また周囲の状況なんですけれども、 WDR 補正に関してなんですが、フロントに比べてしまうとやはり歩道の部分ですね、少し黒つぶれが気になるところがあるかなという気はしますけれども、道路に関しての状況はしっかりと収録できるのがお分かりいただけるのではないかと思います。はい、ということで今回なんですけれども、こちらマックスインからリリースされております2カメラ同時録画バイク自転車用ドライブレコーダー BDVR-A002 のご紹介をいたしました。やはり何と言いましても、こちらのドライブレコーダーなんですけれども、バイク等の車載に取り付ける必要がなくて、ヘルメットに簡単に装着できて前後同時録画ができるということが一番大きなセールスポイントになるかと思います。またアプリ等を使って収録動画等の確認等や、また実際どういう映り方をしているのかというのも確認ができるところも非常にいい点かなと思いました。製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。